アイスランド航空グループはアイスランド航空を中核とし航空輸送関連会社を複数所有するアイスランドの企業である。アイスランド航空グループの原型となったフラグリサーは1973年にアイスランド航空とアイスランディック航空の2社が統合されて成立した。両社は共にアイスランドを拠点を置き国際線を運航する航空会社であったが 市場環境の変化から合併することとなった。新会社は両社のアイスランド5名を合わせてフラグリサーを名乗った。1990年末よりフラグリサーは業務の分社化を進めるようになり、国内線部門やホテル業、地上業務といった業務が設立された子会社による運営に移された。2003年にはフラグリサーは子会社11社を束ねる。 持ち株会社の形態となっていた。2005年、フラグリサーは、フロリダグループと名称を変更した。フロリダグループは以降は、投資業務に特化していくことを決め、保有企業を再編、大部分を占める航空関連企業は新たに設立された、アイスランド航空グループの管轄となった。2006年10月に、グリトニル銀行の支援を受けた出資者により、 持ち株会社が設立され、同社が買収する形で、アイスランド航空グループは、フロリダグループから分離された。買収の後、アイスランド航空グループは、公開会社に変更され、2007年には、OMX に上場した。同社の構成企業は、以下の通りである。ありがとうございます。